低くなりましたので一般質問を行います、えー、ますず、民泊に関するごみ問題について、えー、質問を行います、加藤委員どうぞはい、えー、民泊におけるゴミ処理の問題についてです、であの昨日の経済総務委員会においても、民泊の実態調査の報告がありまして、まあ、現状におけるさまざまな問題があることが明らかになってきたと思います、でその中でゴミの処理に関係したことも、えー、上がっておりました。 実際あの、まあ、中京区で下京区、東山が多いということで私、中京区なんでかなり民泊に関係する相談も増えてきてるんですけどもその中にごみ問題も含まれていましてマンションにおける民泊のごみ問題であったりとか、えーまあ、中心のところに特有の,あの袋工事、奥路地奥の。 ゴミ、えー、をどうしていくのかとか、さまざまな問題があるんですが、そこら辺に関係して、あの実際、環境政策局として、そこら辺のゴミの問題が民泊で起こってきているという実態は、把握されておられるでしょうか。はいえー、久保循環型社会推進部長どうぞ はいえー、いわゆる民泊のごみ問題についてでございます。えー、環境政策局の方にも、昨年度、えー、十数件の、まあ、ご相談が寄せられております。えー、そのうちほとんどがもうごみに関することでございまして、えー、特に大ございますのは、いわゆる家庭ごみを収集しております収集定点に、えー、黄色い袋でないあのコンビニ等の袋を使って、 ゴミが排出されている、あるいは収集日でない,あないのにもかかわらず、ゴミが置かれているということで、周辺住民の方からその対応方法について、ご相談をいただいているような状況でございますはい、加藤井のぞまあ今、答弁にあったようにその黄色、そもそも黄色いゴミ袋に入れないっていう問題があると思うんですけれども、民泊自体が、えーまあ、きっちり許可を取っているに いる以内にしても、まあ、事業として、えー、行われているわけでしてそもそも黄色い袋を使ってごみ、えー、を一般、あのー、家庭ごみとしては出してはいけないと思うんですけどどもそこら辺はううでしょうか、はい、久保部長、どうぞ。 はい、えー、先ほどもあの議員からご紹介ありましたとおり、昨日あの、えー、本市のプロジェクトチームでその実態調査と、それから今後の対応についてということが発表されたわけでございますけれども、えー、そもそも私どももその、えー、いわゆる自宅やあのマンションの空き室を使って、 でだ、こ、えーまあ、対価を得て宿泊サービスを提供されているということですので、まあ、あの事業として営んでいらっしゃるということで、えー、そもそも我々が収集しております家庭ごみには該当しないということでその、えー、事業を営んでいる方の責任でもって、えー、適正に処理していただく必要があるとそのように考えてございます。はい、加藤どうぞその事業 まあ、事,業の事業ごみとして排出してもらわないといけないんですがそこら辺、民泊やってて、えー、黄色い袋で出してる、出してないとかそこら辺はなかなか把握しにくいところもかなりあると思うんですけども、まあ、今後、どのように <laughs>、まあ、民泊が出してるごみ出してないごみってもちろん住民の方から聞かれるのが一番早い方法だと思うんですがそこら辺、どのように、えー、対応していかれる予定でしょうか。 は久、い、保部長。はい、えー これもあの昨日の報告でもございましたとおり,やはりあの実態がなかなかつかめていないということがございます、えー、たまたま私どもに寄せられましたご相談はあの付近の住民の方がそのいわゆる民泊を営んでおられる事業者の方あるいは管理者の方を、まあ、たまたまご存知だったケースが多いましてあの我々に、まあ、本当にこういうごみの出し方でいいのかというご相談をいただいた上であでご説明した後、 あのその住民の方が直接。 あの事業者なり管理者に当たられて適正排出をするようにというご指導していただいたケースもあるんですけどもあのそれに限らず我々はあのまず相手があのしっかり特定できた場合についてはもう直接我々が適正排出していただくように指導させていただきますしあのやはりあの実態がなかなかわからないという状況がある中であの周辺住民の方とまああの一緒になっていろいろな情報もいただきながらあの 適正なな排出ににつながるように指導してままいいりたいと思いますす以上です加藤の,ぞ、まあ、あの実際に状況がつかみにくいということで私自身も感じるんですけども学区とか地元の学区でもそうですし他かの仲よ、まあ、くの東の方の学区とかいろいろ回ってて気づくんですけどもあこんなとこにあったやあこんなとこにあったやってなかなか。<laughs> ゆっくり見て回らないと気づかないところがかなり多いところがありますのでその点、しっかりと住民の方から意見が寄せられたときにこの周辺でも他ありませんかとかこちらから積極的に情報を収集して適切に事業ごみとして処理していただくような対策をしていただきたいと思います。最後にそこら辺答弁いいいいたただいて終わりたいと思います久保部長 はいあの、議員おっしゃいます通り、えー、あらゆる機会を捉えまして、あの特にご相談があったときに、えー、そういったあの周辺情報も確認しつつ、あの我々だけではなくて、えー、いわゆる、まあ、業法の許可という問題も出ておりますので、えー、関係各局と連携してあの取り組んでまいりたいと思います、以上でございます。すはい、いよろしいですか。この件に関連して、他にございませんか。中野委員、どうぞ。 えっと、ここであの一番ポイントなのは、えー、決してその宿泊されているお客さんがあールール違反というわけではなくて当然、外国人観光客の方が多いので、えー、黒いあのき黄色い袋で、えー、京都市は対応しているというのはまずご存知ありませんそして、泊まっている曜日がたまたまその例えば燃やすゴミの日、えー、ビ,ニールあのビニール関係の日というかどうかもわからない。 えというふうなところで、えーまあ、かといって置いとくわけにもいかないので、まあ、出さざるを得ないというふうなところですで先ほど今部長が答弁されましたように、まあ、事業者が責任を持って対応すべきだというのは最もな話でもありますが、えー、そういった中でその相手が特定できたらこれから直接指導していくというふうな答弁ございましたけれども今までの中で、えー、事業者に直接指導されたケースはどれぐらいありますか 実際には先ほど申しましたように、地域住民の方がもう直接お話しされるケースが多いまして、我々が直接出向きましたのは、あのえー、2件か3件程度でございます、あのそれはもう直接、あのはえー、事業者の方に、えー、我々のごみの排出の仕方を説明させていただいて、適正に排出していただくということをお約束いただいております。中野委員 えっと、ちなみにその施設はあ一棟貸しでありましたかそれともその常駐車がいる方ですか久保部長われわれが把握しておりますのはあのそのマンションの一室を貸されているようなケースもございましたしあの一棟貸しをされているようなケースもおありました。 一番ポイントはその管理人がいらっしゃるというところはまだ皆さんの方もきちっとお話をできるという,ふうに思いますけれども、えー、残念ながら、まあ、玉,玉石混交の中で、まあ、管理者が誰なのか連絡,席が連絡先はどこなのかそれすらも表示されてないご近所の方もご存じない、えー、でもごみは存在しているという,ふうな部分は多分にあるかと思います。 その辺については逆に例えばそれらを一部管理しているというか情報を持っている保健福祉局ないしは地域の保健所の保健センターの方といろいろ連絡をやり取りされてそういうふうな対応されているんでしょうか。久保部長どうぞはいあのー 直接、我々にご相談をいただくケースがございます、町ビ会事務所、あるいは区役所にございます、エコマッチステーションに直接相談されるケースがほとんどでございますので、その際にはもう直接、職員が現地に出向きましてあの、ご相談いただいた方と直接お話をさせていただくことで、対応をあのさせていただいているところでございます。中野委員どうぞ、まあ、つまりはその 持ち主不在,、まあ、不,不在というかその不,明不明確な場合は直接その指導するまでに至らずともそのまあ放置されているゴミをとりあえず回収していくというふうな状況で対応されているということですよね。ねはいはい、あのということは逆にその、まあ、当面、そういった形でまずはそのゴミをもうクリーンセンターの方が持って帰られると。 いう,ふうなところだとは思いますけれどもということはその事業者にとってはそういった状況が発生しているということすらも知らないそしてまた対応せなあかんということも認識も持てない持たない、まあ、そういうふうなことにもなるかと思いますで当然そのプロジェクトチーム立ち上げられて環境政策局の方もそれに携わっていらっしゃると思います。まあ、そのの事業者の方に やはり運営するにはそれなりの覚悟がいるんだよというふうなところも含めてですねやはり、そのゴミ問題一つ取っても非常に必要性を感じますし、えー、実際に低欲を稼げればそれでいいということでやられている横着な一菓子の運営者も少なからずいます、まあ、そういったところも含めてですねぜひその横断的に取り組んでいるプロジェクトチームの中で、まあ、こういうふうな事象も起こっている。 ぜひやっぱりそれはきちっと運営者、持ち主、経営者その辺に責任を持ってやらないんであればもうやってはいけませんというぐらいの,そのルールが必要じゃないかという,ふうなことをやはりそういったプロジェクトチームの中で話をしていただけたらという,ふうにも思います。 市長が先日の記者会見の中で6月までには一定のルールを作っていくというふうなことで表明されているところもありますのでそういったところも含めてですねぜひ皆さんからもそういった地域の方にとっては ゴミはある、でもどう処分していくかわからないという,ふうなことで困惑されているところもありますのでぜひその辺も含めてですね皆さんの方でそういったプロジェクトチームの議論の中でそういった改善策を提示していっていただけたらという,ふうに思います。以上ですはい久保部長 はいえー、昨日あの、プロジェクトチームの対応方針が報告されたところでございますが、あの今後あの、産業観光局の方で、あで、宿泊施設拡充誘致方針というのが、えー、まとめられる予定となっておりますあの我々もそこに、えー、参画する中で、えー、事業者、それからあの宿泊者に対するマナーやルールの指針作りに取り組むと。 いうことになっておりますので我々もその場面でしっかりとあのそういう周りにご迷惑のかからないようなマナールール作りをしっかりとしていきたいと思っております。以上でございます。はい。よろしいですか。はい。他にございませんか。なければ次にですねエネルギー政策の観点で原発についての質問を山内委員どうぞ。 よろししくお願いいたします、えー、あのまずです、ね、でさっきの,あの甚大な被害が出ました九州、熊本地方での地震ですけれどもあの私もあの5月2日に現地に行きましたけれどもあの、まあ、一時はですね、えー、空港も新幹線もあるいは高速道路もストップをするとで橋も崩落をしておりますしでそういうもとで,ですね、えー、万が一の避難経路が寸断されたもとで 原発を動かかし続けてていいいんだろうかとこういうこ不安の声も出されておりますで防災危機管理ということになりますと行財政局ですとか経済総務委員会の所管になりますのでここでは冒頭に申し上げましたようにエネルギー政策の観点から原発についてお聞きをしたいと思いますで2月議会の本会議でもお聞きをしましたけれども京都市は原発についてですね基本的な立場として えー、例えば平成24年の歯、えー、会決議を重く受け止めるということでありますとか、えー、脱原発依存ということでありますとかできる限り早期の全廃ということを言われてきたと思いますで,あのですので原発についてはです、ね、将来的にはなくしていくべきものと、えー、認識をされていると思うんですがでそしたらですねそれではその まあ、いささかも揺るがないというふうに言われるときもあるんですが、この京都市の立場、なぜ原発をなくす必要があるのか、原子力発電というエネルギー政策には、どういう問題があると認識されているのか、基本的なことですけれども、あの非常に大事だと思いますので、まずお聞かせいただけますでしょうか。 はい柳澤地球温暖化対策室エネルギー政策部長、どうぞ。京都市の基本的な考え方について、ご説明をさせていただきたいと考え、ご説明をさせていただきます。京都市におきましては、市会決議を踏まえまして、原子力発電に依存しない持続可能なエネルギー社会を目指しておりまして、 市民や事業者の皆様と一体となった徹底した省エネルギーの推進とともに、資源の枯渇の恐れがなく、環境への負荷の少ない再生可能エネルギーの飛躍的な普及拡大、さらには持続可能な低炭素社会の原動力となる技術産業の育成など、環境先進都市として、全国のモデルとなる対策を進めているところでございます。 原発に依存するのではなく京都市の都市特性を踏まえた自立分散型エネルギー活用の比重を高めまして大規模集中型電源に対する依存度を減らすことであらゆる危機に対処する力を身につけた災害に強いエネルギー環境を構築していく必要があると考えております。会決議ににもございますように 本市から近い若狭湾には多くの原子力発電所が集中立地して,いるがしておりますがひとたび大事故が発生いたしますと京都市民の生活や経済活動への影響は過酷なものとなることは明らかでございますため原子力発電に依存しない持続可能で安心安全な電力供給体制を 一日も早く実現していくことが必要であると考えているところでございます。山根委員、どうぞ。ありがとうございます。あの、まあ、今言っていただきました。まあ、特にですね、やはりひとたび事態、事故が起これば。あの、市民の生活や経済活動に大変な、あの、影響が出るという。ところが、私も本当に大事だと思うんです。で、この問題は、あの、司法の場でもですね。原発の特別の危険というものを問う。 判決決定がこの間出されております今年3月に大津地裁で高浜原発3号機4号機の運転差し止め仮処分決定も出ましたしちょうど1年ほど前2015年の5月には福井地裁で高浜原発の運転差し止め仮処分決定が出ましたそこでね何が言われているかということですが例えば福井地裁では大規模自然災害や戦争以外に後半に え生存を基礎とするですね人格権が奪われる事態を招くのは原発事故以外にはないとで具体的危険が万が一でもあればその差し止めが認められるのは当然ということを言われていますそして今おっしゃられたひとたび事故が発生すれば運転を止めてもえ事故は時の経過に従って拡大していくという原発の本質的な危険があるとで大津地裁はですねえ国境をも超える影響を指摘をしております 原発には特別の危険があるとでそこであのエネルギー政策の観点からお聞きしたいんですが電力供給体制と原発の再稼働についてお聞きしたいと思いますで先ほどもあの言われましたように将来的には京都市は原発はなくすべきと、えー、考えておられると思うんですが同時にです、ねえー、再稼働については否定をされておりませんでその理由をお聞きをいたしますと、えー 例えば原発に依存しない電力供給体制ができるまでの間とかですね、やむを得ず再稼働する場合は最小限の範囲でということを繰り返し言われてきたと思いますでそこでお聞きしたいんですけれどもそれでは現在関西電力の管内で稼働している原発はいくつあるんでしょうか柳澤部長どうぞ。 はいえー、現在のところ、えー、関西電力管内で、えー、稼働している原発は、えー、ございません。山委員、はいえー、関西電力管内では、原発は今すべて止まっているということです、でそれではです、ね、その原発が実際に動いていないもとで、電力不足っていうのが起こっているのかどうか、例えばこういうこと言われました、あの病院がです、ね、停電したら大変危ないんじゃないかとかですね。 企業活動に重大な支障が出たらどうするんだというようなことも言われたわけですけれども、そういう重大な事態というのは今、起こっているんでしょうか柳澤部長、はいえー。今のところ、ですねあのそういう重要な事態は起こっておらないと思いますけれども、えー、ただですね、えー、今の、えー、関西電力の 関西電力の現状でございますけれども、えー、原発が止まっておりますために、えー、火力発電への依存度を、えー、大きく増大させておりまして、えー、必要な電力を賄っているところでございます、えー、火力発電への、えー、依存度でございますけれども26年度の実績では、えー、約9割にも上っておるところでございますあのこのような状況なんですけれども持続可能性の、えー、低い状況と認識しております 従いまして、電力不足そのものは、えー、回避されている状況,で状況でございますけれども、えー、このような、えー、火力発電に、えー、過度に依存し,しました電力供給には問題があるのではないかと考えているところでございます山根委員、えーまあ。電力不足は起こってないけれども、 火力に依存しているのは問題ではないかということだと思いますで、まあ、電力不足は起こっていないということでもう少し聞きたいんですけれどもあの福井県の大井原発がですね2013年9月に定期検査のために止まってから鹿児島の仙台原発が再稼働するまで1年11ヶ月の間日本社会は原発の電力なしで過ごしましたでしかし電力不足というのは起こっておりませんで えー、例えばです、ね、これは電気事業連合会の定例会見の資料を見たんですけれども、昨年夏の最大の電力というのはです、ね、どの電力会社も供給力に大変余裕があってです、ねえー、福島原発事故前の2010年の夏よりも低いとで、最も使用率が高かった東京電力や四国電力でも92%という水準で、関西電力は88%でありました。で全体で見ても 原発がある程度動いていた2010年と比べて86.4%という水準でありますであの年間の電力使用量もですね2010年度以降ので2014年度が最小ということなんですがこれは私は省エネあるいは節電がですねやはり定着してきたことの表れではないかと思うんです3月28日の関西電力の記者会見でですね八木社長自身が 節電にご協力いただきながら電力の安定供給に大きなトラブルがなかったということを発言をされていますであの、まあ、先ほど火力の話は出たんですけども少なくともですね関西電力管内では今原発は一つも動いていないで電力不足も起こっていないとでこの事実を見ればあの京都市のね答弁で原発に依存しない電力供給体制ができるまでの間というこの 話については成り立たないのではないかと思うんですけれどもその点はいかがですかどれでございますかはい柳沢部長どうぞえと a、えー、関西電力管内で a、えー、電力 不足が起こっていない状況ということでございますけれども、これは先ほども申しましたように、火力発電への依存度が高いということ、それと、あのえーえー、と市民生活や経済活動を確保するために、市役所でも率先、えー、実行ですね。えー 節電の取り組みを行ったり、市民や事業者の皆様にもご協力いただく、そういう節電対策を実施してまいりました結果でございまして、そういうこともありまして、電力不足は回避できていると考えているところでございます。安達、はい、地,地球環境エネルギー政策官、どうぞ。 若干補足をさせていただきます、えー、火力発電の大幅な増大それからもちろん今あ山根先生のご指摘のありました省エネ節電の努力、まあ、こういったものも相まって電力の供給不足は生じていないあのこれはその通りだと思います、えー、電力の供給不足が万一にも生じますと、えー、突発的なあ停電 あるいは計画停電であっても、市民生活、事業活動、そういったものに大変な影響を与えますし、場合によっては生命も脅かされるということで、供給不足は絶対あってはならないということが大前提だと思いますが、先ほどの火力を大幅に増大させているという現在の状況を、どのように評価するかという、やはりこのことも大事ではないかというふうに考えております。 司会決議にもありますように、電力が足りておれば良いということではありません、やはり持続可能で安心安全な電力供給体制が確立されているかどうか、こういうことが必要な観点ではないかと考えております、そういう意味で、現状では真に環境負荷の小さい、安心で安定的な持続可能な電力供給体制には未まだなっていないと。 あのこういうのが我々の基本認識でございます山根委員、えーまあ、その電力の供給不足は生じていないけれども、まあ、火力を大幅に使っていることをどう評価するのかというお話だったと思うんですがで要はあの、まあ、少し言い換えますとです、ね、原発を再稼働してもし、まあ、仕方がない、まあ、容認する理由としてはそういう火力発電の問題があるということでよろしいでしょうか。 部長原発稼働を容認する理由がある,あるのかということでございますけれども、真に環境負荷の小さい安心で安定的な持続可能な電力供給体制が構築されましたら、原発を稼働させる必要はなくなると考えているところでございます。山根委員 であのまあ、この例えば、ね、CO2 削減の問題ですとか温暖化対策というのはこの原発の問題を論じるときにずっと言われてきたことであります、であの私も改めて調べたんですけれどもあの経済産業省、それからえ電気事業連合会の資料を見ますとです、ね、あの東日本大震災、それから原発事故後です、ね、確かに火力発電が増えて、ね、CO2 の排出量も増えているんですよね。で あの2012年2017年はあの増加をしておりますでしかしですね2014年には、まあ、減少に転じているとで原発がある程度動いていた時期2011年度とですね、まあ、同水準になっておりますですからエネルギー政策としてね、えー、温暖化対策として持続可能なエネルギー政策として考えた場合にですね原発を動かさなければ、えー、CO2 削減できないという話は 私はこれ、成り立たないんじゃないかと思っているんですけれども、その点はいかがでしょうか、はい、森本地球温暖化対策室長どうぞ、はいあの、今、委員からご指摘がありましたけれども、われわれとしていたしましても、えー、CO2 削減、これがです、ね、たあの削減するために原発を動かさないといけないという立場に立っておりませんので、やはり、えー、エネルギー政策の充実と、一方で、 先ほどから政策官や柳沢部長、答えてますように、安心で安定的な供給体制、これをどのように考えていくかという部分と出てきておりますので、CO2 の削減をするために原発を動かすという単純な立場には立っておりません山根委員。ありがとうございます。CO2 のために動かす立場には立ってないと、これはあのあの大事な点だと思うんです。 であの例えばです、ね、温暖化対策を議論する場で実は今、原発はもう見向きもされなくなっているとであの先ほど COP21 の話もありましたがあの昨年12月そのパリで開かれた COP21 にです、ね、世界の原発関係者が原発をアピールするために展示や講演のために乗り込んだとでこれはあの日経新聞のです、ね、3月28日付のコラム経営の視点というところに出てたんですけれども。 服部拓也や日本原子力産業協会前理事長がこういうふうに言っております。原子力に追い風になると期待して COP21 の会場を回ったが当てが外れたと。どの国も再生可能エネルギー一色で再生エネはイノベーティブだが原子力は在来型技術とみなされて関心が薄かったと振り返っておられます。で、再生可能エネルギーが やはり温暖化対策の中心であってです、ね、原発というのは過去のものになっているということでやはり原発の再稼働の理由としては今言われましたように温暖化対策というのは私は理由にならないのではないかという,ふうに思いますそこであのもう一つお聞きしたいのがあの経済のコストの問題ですで今あの新聞記事なんかもずっと見てましたらです、ね、この原発の再稼働について経済界からは 電力料金を安くするためには原発再稼働しかないんだとこういう声が繰り返し述べられておりますでしかし私はあの先ほど、えー、冒頭に答弁していただきましたようにです、ね、原発事故で何が起こったのかということを真剣に受け止める必要があるんじゃないかと思いますで福島では例えば農業酪農、えー、それから漁業これやめざるを得なかった人がどれだけいるのかとお店をやめざるを得なかった人が どれだけいるか、なりわいを失って自ら命を絶った人もおられる、で地域経済とかですね、えー、暮らしに影響を与えたね、これは影響は、計り知れないと思うんです、で慣れ親しんだ、えー、故郷を離れざるを得なかった人もたくさんおられますで、こういう点をですね、考えますと、経済活動、あるいは電力料金、これを原発再稼働の理由にしていいんだろうかと。 でそのためだったらこういう危険と隣り合わせでも仕方ないのかとそれが突きつけられたのが福島の事故だったのではないかと思うんですねで2月29日には高浜原発4号機が緊急停止をいたしましたがその時に京都府の担当者がこう言っております電気料金を下げられると言って焦って動かして安全を壊すような話ではないはずだと怒りの発言をされておりまして私もその通りだと思ったんですが 経済活動というのを再稼働の理由とすることは許されないと私は思っているんですけれども、その点はいかがですかどい政策官どうぞ、えー、もう世界の共通認識になっていると思いますけれども、安全性の確保というものが最優先である、このことは原発だけに限りませんけれども。 あらゆる発電方法を通じてて番大事なことだとだ思っておりますで福島第一原発事故以後原子力規制委員会設けられて新しい規制基準が策定をされて、ま、その中で、えー、新しい基準で、ま、審査をしてそれをクリアしたものについては必要最小限の範囲で稼働させていくということが、ま、国の方針としてはあの示されたわけでございます。 でですの,で、まあその安全性の評価、そういったものをきちっとするということが前提の上で、えー、必要性をしっかり説明をして稼働していく場合にはあの稼働をされる、これがあのこれまでから私どもが繰り返しあの求めてきた基本、スタンスでもありますし、えー、安全性を犠牲にして経済性のために動かすということを 我々は前任していいる立場ではございません山根委員安全を犠牲にして経済を優先させるという立場でもないということを言われましたであのただですね、まあ、必要性の説明ということは大事だということは言われたんですけどもその必要性っていうのが何かということが今問われてると思うんですよであの私先ほどから言われ言っておりますように電力の供給体制っていうのは まあ理由にならないと温暖化対策っていうのも理由にならないと、で経済の問題でもですね理由にならないとしたら必要性っていうのはどこにあるのかその点もう一度お答えいただけますか安政策官どうぞ今おっしゃった要約は少し正確でないというふうに思います、えー、電力の供給体制というのはどういう供給体制かということは先ほど申し上げましたように環境負荷の小さい この中には当然、CO2 の削減、日本は国際公約をしているわけですから、それの達成も入ってきますし、供給体制自身も持続可能で安心・安全な、そういった電力の供給体制が確保されたらということでございます。繰り返しになって恐縮ですけれども、それから経済性のことはあのただいま申し上げました通りでございますし、安全性との関係もあの申し上げました通りでございます。山根委員 ああ CO2 の問題はですね先ほども言いましたように2012年、13年はあの増えましたけどね2014年には減少に転じているとこれはしっかりあの見ておく必要があると思いますであのまあ電気料金の問題について一言指摘をしておきますがあの電気料金が安くなるということが言われますけれども安くなるどころかですねこの原発を動かす限りですね巨額のコストがかかると。 あの莫大な損害賠償、すでに想定の10兆円という枠を超えてです、ね、今、事故対応や損害賠償でかかるということが確実になっておりますし、例えば、えー、ヨーロッパでも、えー、例えばフィンランドやフランス、イギリスなんかで,です、ね、当初4000億円程度とされていた建設費が2倍、3倍になって、イギリスなんかではです、ね、固定価格の買い取りを35年間政府が保証する破格の待遇をして、ようやく辻褄を合わせて おりますで事故が起きればもちろん損害賠償など大変なあのコストがかかりますけれども事故がなくてもですね高い買い物というのが原発の実態だと思います。でもちろん安全対策をすればするほど、えー、お金がかかりますしそれは、えー、市民や企業への負担となって降りかかってくると言われておりますので私はあのこういう点を見ればですね暮らしや経済やあるいは財政に深刻な影響をもたらした エネルギー政策をどうして続ける必要があるんだろうかとで、原発こそ電力料金や、あるいは財政問題で重大な負担となってしまうと、こういう認識はあるでしょうか、どうですかはい柳沢部長、どうぞ。 はい、原発が大変なコストがかかってしまう施設だというお話でございますけれども、それが電気代の値上げにもつながる、そんなお話かと思いますけれども、原子力発電、確かにコストもかかるかと思いますので、京都市といたしましては、そういう原発から原発脱原発という姿勢を取りまして、再生可能な エネルギーそういうものにシフトしていくという政策を進めているところでございますので、その原発のコストと電力料金ということにつきましては、それぞれの電力会社さんのお話だと思いますので、そちらにつきましては、詳しいコメントは私どもからはできないと考えているところでございます。 もう最後にしますけれども、あの今言っていただいたようにです、ね、確かに原発あのコストがかかると、だから脱原発が大事なんだということは、私どももあの共感をいたしますで、今申し上げてきましたように、原発の持つ特別な危険という問題ですとかです、ね、電力の安定供給の問題、それから温暖化対策では、世界では相手にされていないという問題ですとか、莫大なコストがかかると。 こういう問題を見ますと、ですねエネルギー政策として総合的に考えるというのであれば、原発というのはもう今すぐやめるしかないのではないかと思います。で最後に、えー、お聞きしたいのは、京都市の、えー、可能性についてであります。あのー、この間、風力発電がですね設備能力で原発を超えたという報道がありました。えー、京都新聞の2月20月日付によれば 風力発電は2015年末時点で4億3242万キロワット、それから原発は2016年の1月1日時点で3億8255万キロワットということで、国際エネルギー機関もですね2030年代初めまでに再生可能エネルギーが石炭を追い抜いて最大の電力源になると、こういう見通しがあるということであります。 えー、産経新聞に載っていたんですけれども、えー、関西電力自身がですね丸紅と一緒に、えー、茨城県に計画している火力発電所の、えー、記事でありますがでこれは火力発電所ではあるんですが燃料にばつ材や建築廃材などを集めた木質ペレットをですね使うことで、えー、石炭の使用量を削減すると。 いうことででありましたで関西電力自身もですねやればこういうあの再生可能エネルギーに取り組む力もやはり持ってるということを私これ見て思いましたけれどもで京都市はこの間あの株主提案も、えー、されていると思いますしで京都市内には、えー、技術力を持った企業もたくさんあると思いますで150万都市ですけれども森林も多くて、えー、高いビルも少ない京都市というのは私は 低エネルギー社会に向けて、ですねもっともっとリーダーシップを発揮できるのではないかと、そういう可能性を持っている年ではないかと思っているんですけども、そのあたりについて、認識はいかがでしょうか柳部長はい今、先生の方からお話のありましたように、ですね関西電力が火力発電所、石炭から木質ペレットに。 材料を変えているという話でございますけれども、これはあの私どもが平成24年度から株主提案で、関西電力の経営改善というものを強く求めております、これの,あの一定の成果の表れではないかと思うところでございます。それと、再生可能エネルギーですね、あの風力発電を例に出してお話をしてくださいましたけれども、再生可能エネルギーの普及につきましては、24年3月の 市会決議にもございますように原子力発電に依存しない持続可能で安心安全な電力供給体制を構築していくためにこれからしっかりと進めていかなければならないと考えておりますこのために本市では指定都市で構成しております指定都市自然エネルギー協議会で門川市長が設立以来会長を務め 政策提言を行っていいるところでございますまた、角川市長が東アジア地域理事会議長に就任しております、育レにおきましては、育レが主催一致します国際会議等へ、本市の取り組みを発信したりもしておりますし、また、育レと連携しながら、本市の小学生向け環境学習プログラムでございます、 子どもエコライフチャレンジをマレーシアで導入しておりまして27年度はマレーシアの223校で実施されたところでございますさらに昨年12月にパリで開催されました COP21 に合わせまして本市の環境政策を PR するため地球環境エネルギー政策官などを代表団として派遣した そういういいこことともしているところでございます引き続きですね京都議定書誕生の地といたしまして環境共生、そして持続可能なエネルギー社会の形成に向けてリーダーシップを発揮していくように努めてまいりたいと考えているところでございます。山 すみません最後にしますあの今言っていただいたように株主提案ですとかですねそれから指定都市の会議ですとか本当にいろいろ取り組みはされていると思いますでやはりせっかくそういうあの立場で頑張っておられるわけですからやはりここはですね再稼働も認めずすべての原発を廃炉にしようとこういう決断をしてこそですね再生可能エネルギーの導入普及に取り組む市民やあるいは企業の 後押しにななるんではいいかと思います世論調査でもあの一貫して原発再稼働反対が過半数になっておりますのでこれはたくさんの方にです、ね、支持していただける道であると思います改めて将来的にゼロということにとどまらずもう一歩進んで,です、ね、再稼働を認めないというこの立場にもぜひ立っていただきたいとこのことを強く求めて終わりたいと思います。はい、よろしいですか えー、こ,のかこの件に関連しまして、他にございますか、はいえー、森川関連してお伺いしたいんですが、まあ、あの全原発の是非をです、ねまあ、あの考える際にあの、3点の要素を、まあ、挙げられてです、ねでそまあ、それに対する、まあ、局長からあの、まあ、その要約には、まあ、飛躍があるということで、ご説明をいただいた点を、ちょっと少しあの確認をしたいと思いまして、まあ、あの今、あの いわゆる原発がゼロの状態で、電力の供給にはまあ問題がないということと、またあの温暖化対策をまあ進める上で、原発を稼働する立場には立たないというようなご答弁もいただいて、あとはまあ経済性については、ああ何よりも安全性が前提であり、経済性を優先しないというようなのご答弁を出していただいたと思うんですが。 特に供給についてはです、ね、いわゆるそれは飛躍のありすぎ、飛躍があると、その要約には飛躍があるということで、将来的に持続可能な供給体制が確立されるまでは、原発を用意するというようなご答弁になったと思うんですが、私が確認したいのは、経済性についてなんです、必ずしもこれは経済性を優先しないということであって、経済性を考慮しないということでよろしいでしょうか。 あのこの間、電気料金が非常に高くなっているということもありますし、固定価格買取制度が、私はすべてを否定するつもりはないんですが、固定価格買取制度が影響してですね。 各家庭あたりの電力料金が上がっているという事実はやはり事実として踏まえなければならないという点もございますので,でまあ今後、経済成長をまああの図る際にですねやはりあのニアリーイコールではないにしてもですね経済成長に伴って電力使用も増えるという事実も捉えなければならないという点についてですねいわゆるやはり常に私は電力料金というのは安価なあの電力料金というのを 市民国民は望んでいると思いますからあの、経済性を優先しないということであって、経済性を考慮しないという認識で、あのまあ、そのあたりをまあ確認したいと思うんですが、いかがでしょう安達政策官どうぞエネルギー政策を考える上えで、安全性が大前提である、その上でえで、ー、環境に配慮すること、そして経済性に配慮すること。 そして効率性を求めることこういったことがあのもう今日基本認識になっていると思いますですここでいう経済性ですけども発電のコストというのは最終的には全て国民あるいは中小企業をはじめとする事業者の皆様のご負担となっておりますそしてこの負担水準というのが上がっていくに従ってあるいは悲鳴も上がってきているここういった状況でで国民がどこまでなら あの負担に耐えられるのかそしてどこまでの負担を受け入れながら再エネを拡大していくのかこういったことはあのもちろん一律に答えが決まるものではありませんけれども当然リンクして考えていかなければならない重要な視点であるとそういうふうに思います。森下議員 はいあの局長がまさにおっしゃった点をですね、まあ、あの今後、これは京都ああ市だけではなくてやはりあのエネルギー体制、エネルギーの供給体制であったりあのまあエネルギーの電源構成をですねあのまあ考えていくのはやはりあの私は国家的な議論が必要だと思いますんであので今おっしゃったその視点を踏まえて今後、国民的な議論の。 いわゆる国家的な議論の場に私は移すべきであるなというふうにも思っておりますしあと今後暮らし環境委員会に私は入らせていただいたので私は私なりの立場からですねご質問なりをしていきたいと思っているんですがこれは私は先ほどの質疑のやり取りを聞いていて所感なんですが直ちに原発の再稼働を認めないという立場にとるのかまた、あるいはですね2030年代に 2030年代にまでにです、ね、原発をまあ停止をすると廃炉にしていくと廃炉というか停止をしていくということをまあ最近打ち出された政党もありますしあの私はやはりあの長期的な方向性はいわゆる持続可能ないわゆるエネルギーの供給体制がまあ必要であるということで、まあ、京都市のスタンスというのは私は理解をしているんですが。<laughs> あのどの時点までにどうするのかということについての、えー、いわゆる言及がなければ、ですねやはりあの無味感想な私は議論になるんじゃないかなというふうに、今の、の質疑を聞いていてあて、所管として思いました、まあ、今後、私は私なりの立場で、また質疑、えー、質問をさせていただいて、議論を深めていきたいなというふうによろしいですか、えー、この件に関連して、他ございませんか。はい なければ、あの、次の一般質問でございます。えー、次は吉田委員の方から、あ、三点ございます。再エネルギーについて。えー、二点目は始末の心条例。えー、三つ、つ目はゴミの収集について。でございます。えー、順次、お願いします。吉田委員、どうぞ、えー。よろしくお願いいたします。えー、一点目、あの、再生エネルギーについてでございます。えー、まあ、さ、えー、まあ、あの、どうしてもですね。太陽光発電等々、まあ。 電,電力についてのまあ議論が大変注目を浴びているわけですし、まあ、それは大変重要な課題であると認識しております、まだ、あえー、バイデンの自由化とかさまざま進んでいる状況でもありますので、まあ、今後も注視をしてまいりたいと考えているところでありますが、き、まあ、今日はです、ね、取り上げますと、もう一方の,あの自動車等々の燃料になる、えーこの、その再生エネルギーはどう,どうあるべきなのか。 という点に関してを取り上げさせていただきたいと思います。まあこの事務事業概要を見させていただきましても、まあ水素エネルギーであったりとかですね、またあのバイオディーゼル等々も活用していくというふうにまああのーえー、取り込まれている内容がご紹介されています。まああの4月も私共公明党議員団はあの神戸市の水素ステーション、えー、現地 視察させていただきまして、まあ、いろいろ、えー、詳しいご説明もいただきました。まあ,あの最新技術でもありますので、やはりこれからね着実に進んでいくわけですけれども、やはりそういう新しい方向性に対しても積極的に取り込まれる姿勢というのはの極めて重要でありますし、また市民の皆さんのあの関心も高い問題であるとあいうことですので、ぜひですね今後も力を入れていただきたいと思っております。でまあ私自身もこの 燃料系の再生エネルギーに関しましては、ですねやはり、えー、多,く多くの方々も関心を持ち出すし、また、えー、京都市の先進的な取り組みに全国的な注目も浴びていることもありますので、私も本当にこの暮らし環境委員会で今後も議論を重ねていきたいなと考えているところであります。でその上ででですすねね2年2年か3年前にです、ね 本会議代表質問の場で、私、は都市油田発掘プロジェクト、また光合成を活用した、その原理を活用した最新技術について取り上げさせていただきました。 でまああのその時には、あの市長からもですねあの実用化に向けての積極的なご答弁があったと記憶しております。ただ、あのちょっとこの事務事業概要には、ですねこの都市油田発掘プロジェクトであったりとか、光合成の原理を利用したさまざま、えー、ここ数年、えー、力を入れているというふうに、まああのご説明のあった内容が、今年度のこの資料にはあの見当たらないんですけれども、私が見落としているだけなのか、えー、あるいはもうこの、お 私、ええー、ごめんなさい。環境政策局としては、あ一旦、えー、取りやめると言いますかね、あの、えー、埋没化するようなあの方向性になっているというふうなまああの現状であると受け止めていいんでしょうか。いかがですか。はい、えー、柳沢部長どうぞ。 はい、えー、都市油田についての、えー、ご質問にお答えさせていただきます。えー、都市油田の、えー、発掘プロ,ジェクト、えー、プロジェクトにつきましてはですね、えー、平成23年度から26年度まで、えー、国の補助を受けまして、 日立造船、熊本大学と共同で事業を進めてきたものでございます。国の補助金が26年度で終了いたしまして、27年度は、日立造船が自社の研究として取り組まれているところでございます。そういうこともございまして、京都市の予算には計上されていないということでございます。吉田議員どうぞ まあ、あの国ともさまざま連携を図られているということも、まあ、あの以前からお聞きをしているんですけれども、えー、具体的には京都市としてはもういっ、えー、一旦国との協力が終、えー、結したとだからもう今後は、えー、民間に移管して京都市としてはもう取り組まないというふうな、まあ、今後の方向性というふうに、えーまあ、今のご答弁も受け止めてしまうんですけれども、ねまあ、そうではないのかあるいは 今は私が懸念しているとおりなのか、その点に対してご答弁をお願いいたしますはい、柳澤部長、どうどう、はいえーえー、国の補助金はございませんけれども、えー、日立造船さんが、えー、実証実験を進めておられますので、えー、その状況を、えー、お聞きさせていただきまして、えー、今後ですね、えー 南部クリーンセンターが完成しました後にですに、ね、この都市油田についての、都市油田についてのその施設をですね建設することについて、検討を今後進めていく、そういうスタンスでございます吉田議員。まあ私の記憶ではあの、その3年前でしたかあの、代表質問においてもですね。 門川市長自らのご答弁の中にも南北林センターの時期に合わせて実用化を進めてまいりたいというご答弁をいただいた記憶があるので、まあ、今、検討とまあおっしゃりましたんですけどね。えー、なんかあのー 本会議の場における市長のご答弁とは、ですねちょっと交代をしているのではないかと心配しているんですけれども、京都市としてはまあ国から、国から追加予算がまあもう下りない、あるいは認可されないというようなことが続けば、もう、えー、検討から研究にもう今後も交代をするというふうになるような、あの今、あ考え方におられるのかどうかにつきましたいかがでしょうか。はい 私政策官、どうぞ、はいえー、平成26年に吉田先生からご質問いただいて、えー、本会議、答弁させていただいておりますけれども、えー、都市油田につきましてはもう技術的にはあ確立できたというふうに考えておりますで南北クリンセンター、あー今、第2工場整備しておりますけれどもこれが完成しますと現在稼働しているあの破砕機 これを撤去できる状況になります完成後にその撤去した跡地というのが一つの候補だというふうに考えております、まあ、今後そのプラントにしましても規模であるとかその事業のスキームとかそういったものはあの精査をしていく必要があるというふうに考えておりますけども私どもとしてはあの実現を目指して取り組んでいくというスタンスに変わりございません、はい、吉田陣どうぞ まあこの都市油田発掘プロジェクトというのは家庭内の,はあの排出されるゴミ、えー、をです、ね、あの車の燃料にリサイクルされるもう非常に最新技術の、まあ、非常に夢のある取り組みだと思うんですねで、まあ、そういうふうに注目もされてますし、えー、私どももあのバックアップぜひしたいなとあの考えているところでございますのでぜひです、ね、将来の京都市の、えー、立ち位置としましても 国の再生エネルギー推進の、ね、トップランナーであるという京都市としてのです、ね、一つのシンボル的なあの取り組みの一つであると私も認識しておりますので光合成の原理を応用した、えー、取り組みも含めてさまざま今,今日立というあのメーカーさんのお名前が出ましたけど他のメーカーとの連動もいろいろ。 あ,のあるとお聞きしておりますし、そういう今あの東北部クリーンセンターの地域でも進めている研究も、やはりこれはあの重要だと考えておりますので、ぜひですねあのこれも前向きなご検討をいただきたいと、またそれをえいろいろ継続した上で、さまざま成果をあの今後の開発や実用化に向けてね、途切れずに、また発展といいますかね、進化をぜひしていただきたいと。 考えておりますがいかがでしょうかはい、柳財務長はい、えー、都市油田の、えー、事業につきましては、えー、民間事業と共同で積極的に進めていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしますそれと、えー、人工光合成につきましてもですね、えー、パナソニックと、えー、共同で、えー、研究を進めていく 予定をしていいるところでございますそれともう一つ、熱発電チューブにつきましても、これもパナソニックさんと一緒に研究を進めていく予定にしておりますので、引き続き応援していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、吉田委員、はいぜ、ぜひよろしくお願いいたします。1点目は以上でですす、はい、このの関連してございますか他の方で はい、なければあの、ついて始末の心条例、どうぞ。2>, えー、2点目はあの、始末の心条例についてお聞きいたします。まあ、あの昨年の10月にこの条例が成功されまして、いわもう半年経過をされるということでございます。えー、あのやはりごみ減量、半減へのです、ね、非常に重要な市民ぐるみでの取り組みを、えー、推進をしていくあのルールが明確にされるというね、あの京都市のやはり あの意気込みが示されている取り組みが、やっぱり一層飛躍的に推進していくべきであると、まあ、そういう手応えはねお、お持ちなのかどうかという点をまず、あの半年経過した上でのね、現状と今後の課題を踏まえて、ご答弁をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。ははいい、えー、久保部長どうぞ、はい 始末のの心条例でございますあの今、議員ご,ご紹介いただきましたように、昨年の10月から施行をいたしたところでございます。えー、合わせて、えー、新たな京都市のごみ半減プランというものも定めまして、えー、市民事業者の皆様のご理解のもと、協、えー、力に推進させていただいているところでございます。えー、今あのー お話ございました通りこの施工以後あのゴミの減量があの市民事業者のご理解の中あの 例年になく進んできてございます最終27年度のごみ量については今最終の集計をしておりますがその前数年間の減量のペースを大幅に上回る形で、まあ、減量が進んでいるということでございますごみ量につきましてはまもなくご報告はできると思いますがそういう中でただあのそれを漫然と見ているわけではございませんであらゆるそのごみ半減プランにうっております施策を強化して 強力に推進していくことで、えー、我々が目標としております、まあ、あのピーク時の,ごみ,の、えー、ごみを半減以下にするという、えー、大きな目標を掲げているということで、まだまだこれからいろいろな取り組みを合わせて推進していく必要があると認識しております、そうでないと、えー、その目標を達成できないということで、新たにまた今年度以降、さまざまな取り組みを推進していきたいと考えてございます。はい、吉田委員。 まあ、あの市民の皆さんと様々あの意見交換の場がをあの設定しまして、ひざ詰めでいろんなお話をお聞きしております。そうした中でも、このごみの原料の問題、まあ、収集も含めて、ですね、いろいろこの、えー、ごみがあの京都市の取り組みとして、やっぱり定着しているなと、ただまあ関心も非常に高いなという認識をあの今、持っているところでありますで。市民の皆さんがおっしゃるにはですね、まああの 有料化の効果の一環として私も実感してるんですけれどもあの食べ残しもだいぶ減らしてですねあの少しずつですね黄色い袋に入れる焼却するゴミに関しては減量されてるけれどもなかなか減らないのがプラの方なんだということなんですよ。プラスチックはやはりかさばるしいくらぐって詰めてもですね結局はあの家庭から出るゴミのちょっとプラスチックの割合の方がどんどん 増えていいいるるという,ふうなごご意見ををお聞きをすすわけでございますでそうした中でも特にスーパーとかであのやはりどうしてもやむを得ない部分があるんですけれどもお刺身等々をあの、えー、と一緒にこうラップでくるんで販売されているプラスチックトレーですねこちらに関してもやはりこれがやはり、えー、パキパキと折ることもなかなかできないのでこのプラスチックごみに入れてもかさばる原因の大きな要因になっているというで ご意見をいただ、いておりますでただ、まあ、スーパー等々でこのトレーの回収等々もです、ね、協力していただいているとかいろいろありますけれども、やっぱりまだまだそれが、えー、進んでいないのではないかというお声もいただいているんですけれども、まあ、京都市としてはこのプラスチックトレーの回収をどう推進しているのか、今までの、えーまあ、条例で,できる前からこれは進めておられると思,う思いますので、えー、これを条例が契機にどんなふうなあの一層進んでい,るい,いこうとされているのか。 あるいは現状的には,もう,これはもう仕方がないので、もうこれに関してはもう今まで通りしかいかないというふうになっているのか、その点に関してはどのようなお考えでしょうか。久保部長どうぞ はい、えーあの、議員ご指摘のとおり、えー、条例施行後におきましても、ごみ量は減ってきております、ただ、あのえー、条例の中でもあの、分別の義務化ということで、えー、これまで、えーまあ、あの燃やすごみに多く出されておりました、本来ですと、えー、プラスチック製容器包装の回収にお出し。 いただくそういった製品が今あの市民の方のご理解が深まったことによりまして黄色いゴミ袋から透明の資源袋にかなり出てきているということで排出量自体は増えている傾向がございますがそれはもう分別にご理解いただいたということで黄色い燃やすゴミからそういった形で分別リサイクルを進めていただいているということで認識しておりますそれからあの今ございましたあの トレー等のスーパーでの回収でございますがその条例の中に、まあ、特に 2R の促進ということで重点的に取り組むあの食品などの6つの分野で、えー、必ずやっていただくことそれから、えー、協力あるいは努力していただくことということで。えー 29の取りり組み項目を設定しておりますその中で、小売業、まスーパーを中心とした小売業の方々には、これはご協力いただくということでございますが、そういったあのプラスチック製品等々をま店頭回収をしていただくということを、これは条例なりプランで事業者の方にお願いをして、そういう分別 改修を進めていくという、そういう取り組みをしているところでございます吉田議員今、まあ、最後の方にご答弁された、店頭改修なんですけどね、こちらの方はあは、かなり手応えとしては進んでいるのか、それとも停滞しているのか、かなりちょっと重要なテーマですし、私も2年前の暮らし環境委員会のときもです、ね、これを論じた記憶があるんですけれども、実際、まあ、始末の心条例を制定するにあたっての市民意見の、 えー、様々なな反,反映するような、ね、場が様々あったと思うんですまた条例に協力していただいている業者からのご意見等々もいただいていると思うんですけれども、この店頭回収の今後の方向性に対してはどの、ちょっと今、ご答弁が最後の方あの詳しくなかったものですから、この点も踏まえてよろしくお願いいたします。久保部長はい えー、事業者の方はこれまでからあの店頭改修ということでは、えー、かなり取り組みを進めていただいている事業者の方もいらっしゃいますただあの今回のまあ条例でそういった規定協力をお願いするという中で、えー、さらに進めてまいりたいあのそ野を広げましてですねさらに進めていただきたいということで現状ではまだまだこれからあの取り組みかなと、まあ、もっと取り組みをあの事業者の方にも市民の方にも、えー、周知 させていただいて、あるいは事業者の方にもっと積極的に取り組んでいただけるよう、あのあらゆる場面でまあお願いをして、まあ進めていくということで、今後このこれを進めていくことによって、まあ増加に転じていきたいと考えております。以上でございます。吉田じん、まあ私はあのほぼ毎日ですねコンビニあるいはスーパーで買い物しています。でそうするとその 店頭に並んでいる商品も,です、ね、もう目に残像が焼き付くくらいなんですけどね <laughs> そうするとやはりトレーに乗っているさまざまなお肉もお魚もです、ね、それ以外の商品もさまざま種類があってそれがあのさあの大変そその全商品の中に占める割合もかなり高いという認識なんですねでしかもですねあのそのスーパーやるコンビニの、えー、一角に。 回収している、ね、あの分かりやすいです、ね、あの場所があるというふうなことがです、ね、私だけかもしれませんけどそその全く認識できないといいますかねもう通り過ぎてしまうよう,うな状況であるというのがあの思っておりますのでぜひです、ね、この、えー、プラスチックトレーのテント回収の推進はです、ねえー、業者さん等々のご意見もあるいは市民の皆さんの意見もですね もう一度聞き直してですね、この条例の,この本格的なあの具体的推進もですね、あの審議会からもあの提出していただいているわけですからぜひです、ねあのこの、特にこのかさばるとかあるいは、えー、リサイクルとかさまざまな観点からも、えー、今のテーマも重要であると考えておりますのでよろしくお願いします。最後にあのこのの食品ロスの問題、えー これはもう全,全国的な問題ですし、えー、多くの方々もあの注目されていますまたテレビ等々でもですね特集で取り上げられているケースも多いわけですね。でまあこの食べ残しをどのように有効利用するのか、えー、極めて重要なテーマだと思うんですけれどもその一つとしましてフードバンク等々さまざま貧困家庭支援の取り組みというのも 様も進められていいると思いますでこの業者の方々とそういうフードバンクの活動されているボランティアの方々団体の方々との、ね、間に入られて、えー、コーディネートされるということに関しましては今どのような状況で今後の連携の考え方はどのようにお考えなのかという点に関してよろしくお願いいたします。久保部長現在あの市内で3団体の方が、まあ、そういった取り組みを されているということで、えー、その方々とあのいろいろなお話をさせていただいております。えー、例えばあのそういった方々に、えー、我々等が関連するイベント等に、まあ、出展していただいてですね、そういったフードバンクのことを知っていただく、あるいは、えー、実際に提供していただくというようなことをまあ、今後そういった取り組みも進めてまいりたいと思っております。あのそれもやはり周知啓発があの 重要だと思っておりますし、その団体の方のご意見もお伺いしながら、より有効な対策を進めてまいりたいと思っております吉田委員。まあ今、時代がだいぶこう変,わって変わってきているといいますかね、市民の皆さんの意識も、ですね今までのように、えー、形状がちょっと悪いような野菜は最初から流通しないというのをなくしてね、そういうところの方そういういものの方が逆にいいのではないのかというふうなお考えの意見を表明される方も、 あったりとか、いろ,いろそういうこともお聞きしていますので、えー、ぜひです、ね、この食品ロスの対策のいろいろとおく意味があると思います、その中の一つとしても、まあ、フードバンク等々の活動とも、ですね、えー、今、ご答弁にあったことも,踏まえをにも加えて、さまざまほ他にもさまざまご意見が、えー、まだまだ届いていない部分もあるかも分かりません、ぜひそういう点も含めてよろしくお願いします。 県に関連いたしまして、ございますか。はい、えー、そうしましたら、えー、森田委員、どうぞ。あ、すいません。あの、さっき、あの、これで説明していただいたので。あの、えっ、ー、と、今の吉井議員の、あの。あ吉議員 <laughs> すいません。吉井議員の、あの、質問から。あの、えっ、ー、と、まあ、いろんなところで、スーパーでね、回収してるっていうのが、おっしゃってたんですけど。あの、学校でね。 あの回収する前私があのえっと提案したっていうかねあの質問の時にあの言わしていただいたんですけど学校とかであのなんて子どもたちがあのエコの,あのエコ学とかねエコ授業みたいな感じであのスーパーの,あのえっと食品の,その分別したもの家では分別してるんやけどあのそのスーパーに持っていた時にね スーパーの,あの、えっと、回収してある、まあえっと、プラスチックの,あのトレーとか卵のパックとかねでそういうのをあの5つぐらい分けてあるんやけど結局あの事業者さんがあの悪質な事業者さんじゃないかもしれないんですけど一般の事業者さんやったらそれを同じあのパッカー車に。 ボコ,ボコボコってあの詰め込んで持って行っちゃうっていうのも聞いたことがあるのでねあのそういうのじゃなくてやっぱり学校で回収したところにあのその京都市からあの出向いていって特典っていうかねあのそういうあこんだけこの学校はあのこういう、えっと、ことができましたっていうようなあの子どもたちが喜べるようなあの ことができればいいなって今これこれを見させてもらってあのそういうこともできるんじゃないかと思いましたのでまたあのお願いします。えー、森田委員あすいません、えー、12時を過ぎましたが、えー、今あの森田委員そして吉田委員の質疑を終えましてあの休憩に入りたいと思いますのでよろしくお願いします。えー、ご回答ございますか、えー、久保部長どうぞ。 はいえー、今、学校の方では牛乳パック、それから乾電池の回収を実施しております、ただ、あの一部の学校ではその職員残査、ご家庭であのモデル校で、えー、職員残査を持ってきていただいて、対、ま、比、あ、化というような取り組みもあのモデル的に実施して,しておりますが、まあ、今後そう、どういう形で展開するかというのは、今後またいろいろとあの検討はしてまいりたいと思います。はい、よろしいですか はい、他ございませんかそれでは続きまして、吉田委員の方からごみの収集について質問を行います、はい、コンパクトに終わらせていただきます <laughs> あのごみ収集に関しましては、ですねあのあの以前から2時、3時まで全然来ないというような、ね、お声が寄せられていたとか、いろいろあったりしまして、そういう点に関して、あのやはりそれではいけないというような。あの そういう考え方でですね京都市としても何とか午前中に就職を終わらせていこうという取り組みも各地で進められておられると聞いておりますまあ、同僚議員にお聞きしましても、えー、まあそんな昼過ぎてから全然来ないというケースはほとんど聞かないというふうに言っている地域言っている議員もいましていくつかの区ではそれがかなり進んでいるのかなと思っておりますただあの私の住みます伏見ではですね特に第5地域などでは 2時や3時のところが当たり前であるというかね、そういう状況なんですわ、ええ、あのなんですわというかあので、2時、3時ぐらいがそういうもんだじゃないんですかとかですね、いうふうにおっしゃるので、私も大変驚いて言葉を失ったんですね。でこれ、なんでなんですかね、あの伏見で、第5地域などでは、ですね2時、3時のところがまだまだ残っとると。 京都市としての取り組みができている地域もあるけれども、まだ残っておると、これはう仕方がないんですかね、それともなんとかここの地域も含めて取り組んでいきたいというふうにお考えなんでしょうか。久保部長どうぞ はいえー、ごみの収集の件でございます。あのー、京都市全体では、まあ、これまでから、あのー、取り組みを進めてまいったところでございます。えー、アンケート調査によりましても市民の方々からできるだけ早い時間帯の収集というお声がたくさん寄せられているところでございます。えー、現在ののところ京都市全域で、えー、8割強の ところがまあ午前中には収集をいたしておりますが残る2割弱のところの地域につきましては、えー、やむをえず午後からの収集になっているということで大変、えー、ご迷惑をかけているところでございますが。あのー 26年に制定いたしました、まあ、ごみ収集業務の改革策におきましても今後あの、午前収集を燃やすごみでございますが燃やすごみの午前収集を確実に実行していくということで今あの、いろいろ取り組みを進めているところでございますあの改革策でも28年度中ということを示しさせていただいておるところでございますので今、その さまざまな観点から検討を加えているところでございます。吉田委員、どうですか。吉田委員。はい、はい、どうぞ。<laughs> 今のご答弁をお聞きしましたら、まあ、二十年度に向けて、残りの2割も。あの。なんとかす。午前中にしていきたいというふうにね。えー、思っておられるということを受け止めました。ということは、私が。第五地域の方に。京都市は。 今は2時、3時が当たり前と思ったは,はる地域の皆さんにも、えー、将来的にはもう午前中にしっかり収集しますよと、そういうふうに考えているという答弁がありましたと、第5の皆さんにね、報告してもいいと、こういうふうにあの、まあ、時期はまあ、ね、いついつとかいうのは、なかなかそれはまたあるかも分かりませんけれども、えー、そういうふうに第5の人に私がご報告していいんでしょうかね、それはちょっと、脅かすような意味ではないんですけれども、よろしくお願いします。山田局長 この間、ごみの減量とは今言いまして、えー、クリーンセンター清掃工場を、かつて5工場でありましたものを4工場、そして現在は3工場という形にしております。えー、東部クリーンセンターを閉鎖することによりまして、やはり第5地域等に,につきましては、収集効率、搬送効率が非常にいい遠くの方に行くようになりました関係で、えー、ご迷惑をお客しておりますけれども、先ほど部長が答弁いたしましたように、 頑張って、28年の中には完全御前収集ができるように取り組んでまいりたいと考えておりま牛田委員。力強いご答弁ありがとうございますとういうのは、総理に報告をさせてもらいます。最後になんですけれどもねあの、まあ、桃山地域の方ではですねカラスネットではあの、賢いカラスによって、えー、め,めくられたりとかして、ですね、えー、効果を出さないというあの実態を踏まえてですね、 あのゲケージ型の,あの防護カゴを導入されています、ね、まそういうふうなあの商品を、物品をあの町内会費でね、購入しようかどうか話し合っているところもたくさんあ,るあります、私の居住している地域もカラスネットをかぶせているんですけれども、えー、それであのペットボトルでこうさ周りを置いて、風に飛ばないようにしております。ただそういうい 防護ネットしててもプラの場合なんか飛ぶとかですね袋が散乱するというようなケースも少なからず起こったりしていますまたカラスが実際それで、えー、カラスネット不要もなさないという声も聞いたりしているわけなんですねでそうするとこのケ,ケージ型の防護カゴというのは大きなあの魅力的な取り組みの一つだと思っておりますただ今は、ま、であのネットの対応以外には 現状では京都市は、このカラス対策はされていませんで、将来的にはこの刑事型のカラス防護カゴもですね、導入されておられるというところの町内会に対して、補助をするとかいうようなことも、検討していただくことも大事かと思いますけれども、最後にその点をお聞きしております、久保部長、どうぞ。はいあの議員ご指摘の通り今、えー 伏見区の桃山地域等々でこういったゲージを使われているところがございますあの我々としては今、えー、カラスネットを、まあ、お貸しするという事業をしているところでございますがあのゲージの設置につきましても、まあえー、効果は確かにあのおっしゃるように、えー、きっちりとこれを囲ってゴミ、えー、をその空中に入れるわけですので、えー、効果はあ,あ,のあると考えてございますがやはりあの 京都市全体を見渡,、えー、見渡しますと、やはり非常に強いな道路が多い中に5名、まあえー、をお出しいただいているということで、この一定、まあこの縦横奥行きあの構造がある、えー、ゲージでございますので、まあえー、それを設置することによる、まあ、安全性の問題等々、まああのー、いろいろと、まあ、今、検討をしているところでございます。それから、あのー、やはり、あのー 一定期間まあその置かれるわけでございますのでそれによってのまあ事故の誘発等々もまあ懸念されるところでございますがまああの我々といたしましてもあのそういったことをいろいろ検討した上でえ安全に使っていただけるかどうかある,あるいは大多数の方がそういう形で排出が可能 かも含めてですね、えー、もう少しちょっと検討をさせていただきたいと思っております今現在はまあ、えー、カラスネットをあのー、1枚ではちょっとあのー、カバーしきれないというところでございましたら重しでいただいたら、えー、2枚をお貸ししてそれを使っていただくとかちょっと今、あのー、枠組みの中でまぁ柔軟に対応していくことでそのカラス対策、えー、鳥類のそういうが外状対策を、えー 進めているところでございますので、えー、ちょっとゲージの件については、もう少しちょっとえ検討していきたいと思っております吉田委員。終われます言うとで申し訳ありませんけれどもあの、地面に直にねあのごをの、ごみ袋を置いて、その上にカラスネットをかけるスペースと、ゲージにね、あのそのスペースに積むのとね、比べると、ゲージの方がスペースを取らない。 とということが言えますで、ふ蓋をするということもあって、その飛びにくいんです、風で。と、まあ、いうこともありますので、強愛であるとかです、ね、事故の危険性があるというのであればです、ねえー、地面に直接置いて上に熱湯をかぶせる原稿よりも、その可能性は逆に低くなるという地域の方が、ね、多いということを、まあ、私も申し上げたと思います。まあ、写真も撮影してますので え、また、あの、必要であれば、ご覧、あの、お見せさせていただきたいと思っておりますので。え、また、ぜひ、前向けたご検討、お願いいたします。私の方からは、これで終わらせてもらいます。はい。この件に関しまして、ございますか。うん、はい。<あ>えー、伊坂委員、どうぞ。コンパクトに関、関連質問。あの、さっきね、部長がね。あの、午前中収集、残り二割を二十八年度中にやると。まあ、これ二十六年の、あの。 ゴミ収集の業務の改革の時に出された方針だと思うんですよ。そこでね、そのどうやってやるのかっていうところまでね、きちんと答弁しないと、頑張ってやりますから、それでよろしくっていうことではね、いかがなものかと思うんですよ。なぜかって言ったら、26年の時のゴミ収集の改革のポイントっていうのはね、ゴミ収集業務の委託を今の5割いってるのを7割まで持っていくっていうね、30年までに。あるいは 現業職員の採用を、ね、どうするのかっていうこととセットであれ出されたわけでしょう。ややって、ね、今のの体制でやるのかとつまりサイクルをもっとね一人一人のサイクルを、ね、あの増やしていって労働強化の方向で原因現状の、ね、職員を維持したままでやるのか職員を増やして市民サービスを増やしていくのかあるいは単純に 民間委託を増やしていってそこに意をしてあるのかどうやってやるっていう方針なのかそこをきちんと、ね、説明しないとなかなかねはいそうですか頑張ってくださいっていうふうには言えないんでそこを、ね、コンパクトに言ってください、はい山田局長どうぞ先ほども申しましたようにごみの減量と相まってということが第一点でございますそれと収集効率の効率化要するに収集業務の効率化現在のやってる業務について 徹底的に見直しを図って、その中でいわゆる現在の積載量を見直す、要するに化石載にならないように見直す、それから収集業務についてのコースの見直し、要するに効率的な収集コースの作成、こういったものを行いまして、現行の体制で新たな経費をかけることなくやっていきたいと考えております佐さ委員よろしいですかはい、えー、他はございませんね。 それでは質疑の途中でございますが、暫時休憩をいたします、再開は1時15分、はい、1>, 1時15分でお願いいたします。ごごさんでございました <laughs>